まあ、さらにですね、その、いや、24年末をめどに、最終的なさまざまな組織の在り方については、さらに向上を図っていくという形になっておりまして、そうした国会事故調であるとか、さらには政府の事故調のさまざまな提案については、しっかりと受け止める、そういうスケジュールになっているということを、ぜひご理解をいただきたいと思います。魚住雄一郎君。いや、それはおかしいですよ、そのとりあえず作って、また変えよう。これはやっぱり例えばね、NRG みたいなものを作るかどうか分かんないですよ、その環境省の外相、外局でやるかどうか、そういうところから遡ってやらないといかんですよ、これは。総理、答弁お願いします。それでは内閣総理大臣。今、細野大臣がご説明したとおりですね、昨年の8月15日、まあ、当時これは関西圏でございますが、8月15日、閣議決定をしているという事実があります。で、それによると、まずは当面の安全規制組織の見直しの方針ということで、今般、法案をお願いをする、まあ、当時は原子力安全庁仮称となっておりましたけれども、4月1日に原子力規制庁の発足、まあ、これを予定をしていて。で、第二段階として今、ご説明があったとおりですね、今後の原子力エネルギー政策の見直しや、事故の検証等を踏まえた安全規制組織のあり方の検討という、その8月15日の閣議決定は2段階で、規制のあり方、安全のあり方は、規定をしていると、それに基づいた対応をしているということでございます。大住君。まあ、それは閣議決定といっても、それはある意味では、みんなで議論したというよりも、閣議でまあ思いつきって言ったらおかしいけれども、そういうような世界なんですよ。やっぱし集中を集めて、そして政府と離れたところで議論をして、調査をして、その結果に基づいて提案していく、そういうのがやっぱり海外からも高い評価を受けているわけであってですね、まあ 6ヶ月をめどにと言っている以上ですね、その提言を国会としてはお願いする立場ですから、縛られますよ、これは。6月末まで審議できませんよ。6月21日なんでしょ、会期が。大丈夫なんですか。私はそう思います。いいものをしっかりしたものを作らなきゃいけない。当然燃料もある、高レベル放射能廃棄物もある。この扱いをどうするんだと当然当たり前ですよ。それを踏まえてしっかりしたものを作るために事故調をお願いしているわけですから、ぜひ同じ思いで私はしっかりやっていきたいというふうに思っております。こればっかりだと時間がもうほとんどなくなってしまったという世界になりますけれども、ちょっとパネル1枚目、今、あちらこちら行って、やはり今、円高デフレ対策、これが今、一番声が大きいです。このデフレ対策やらない政府なんていらないという声もありました。また私も